走り、そして蹴る姿を目の当たりで日本で見る最後の試合であります。コスモス対全日本代表、試合が始まっております。左側からブルーズブル白いユニフォームがコスモス、右から左に攻めますノーコンのユニフォームが全日本代表であります。それではまずコスモスのスターティングメンバーからご覧をいただくことにいたします。前半開始直後、全日本陣内に攻め切っております。コスモス白いユニフォーム、コスモスのメンバーであります。コスモス立ち上がりの全力でチャンス、日本のバックスがクリアしておりますが、その前にホイッスル、ご覧をいただいておりますようにフルバックでは背番号25番ブラジルのスーパースターでありましたカルロス・アルベルトの姿が映っております。コスモスのゴール前のチャンスが続きます。日本クリアしました。ご覧のようにハーフ陣ではカイザー・フランツ・ベッケンバーは西ドイツワールドカップ優勝のキャプテンであります。ちょっと足を止めているのが心配。そして背番号10キングペレ、さらに画面に映っておりますのはイタリアの得点王キラーリア、ゴール前の得点王であります。中盤まで日本を返しました。日本代表のメンバーをご覧をいただきます。スターティングメンバーです。ご覧のようにヨーロッパ遠征をいたしまして鍛えてまいりました全日本はだいぶメンバーが若返っております。若手の活躍も今日の日本代表の注目であります。そして背番号9日本のストライカー鴨本にとりましては今日の試合が全日本のユニフォームを着る最後の試合であります。世界のヒーローペレ、そして日本のヒーロー鴨本、この2人にとりましても思い出深い一戦となります。今日のコスモス対全日本であります。解説はかつて全日本のゲームメーカーとして活躍されました西井牛校の森隆司さん、そしてゲストにはサッカーファンおなじみの岡野修一郎さんにいろいろとお話を受けたまわってまいります。それにいたしましても今日の国立競技場は7万観衆場前になりました。日本のゴールキーパー田口から中盤へ、岡野さん入りましたね。入ったですね。さあペレ、はい、ないんじゃないですか、この観衆の入りは東京オリンピック以来ですね。森さん、それにしても今日の試合はもういろんな意味で私どもにいつまでも思い出に残るような試合になりそうですね。そうですね、これだけ入ったゲームというのは本当、はい、サッカーでは初めてです。アルベルト、アルベルトからゴール前へ、日本のキーパーは田口、三菱の田口の次はゴールを固めます。キャプテンの全日本のキャプテンの鴨本、左側ちょっとボールが回らない、カットされました。岡野さんは今日の試合はどんな展開を予想されてますか。そうですね、まあ私としてはね、なんといってもやっぱり全日本勝ってほしいですよね、正直言いまして、ですからまあいろいろそういう話題の多いゲームではありますがね、やはり一つの勝負として、得点がお互いに入り、しかも最後は日本が勝つとこうなってほしいですね、日本の組織的な攻撃、思い切ってシュートを打ちました。これはちょっと跳ね返りました。しかし今で右展開、日本リーグでちょっと足を痛めております鴨本が今日フルパワーで活躍しきれるかどうかというのもちょっと心配ですが、本人頑張る、こう言っております。森さん、立ち上がりの感じはいかがですか。そうですね、この間のゲームよりも、やはりコンディションがいいみたいですね、コスモスの方ですね。あ、なるほどね、動きが活発ですね、はいはい、しかも今日は7万という観衆が入りました。もうこれだけ入りますと、もう黙ってても燃えてきますよね、はい、そうですよね、はい、ペルにはぴったりと日本藤島がマークしております。キャプテンのロスからベッケンバウアーへ、通りましたがダメ、日本バックスクリアしております。まあ、今日はとにかくペレのユニフォーム姿を見る最後の試合という意味があります。北米リーグのチャンピオンになりましたコスモの試合はどうかという注目もあります。鴨本の全日本最後の試合という注目もあります。そしてまた若手が多く加わりました全日本代表はどのような試合をこの先に将来のオリンピックへつなげて展開してくれるだろうかという楽しみもあります。いろんな話題の豊富な今日のコスモス対全日本でやります。森さんのポジションからいたしますとね、はいはい、ハーフの両サイドを固めている、西野、金田、この辺りのプレーぶりも今日は注目したいところですね。そうですね、やはりモスクワで、モスクワを我々日本のチームを狙うとしたら、はい、金田がやっぱり成長してくれないと難しいと思うんですね、はい、スローインは金田、
まあ、この2ヶ月のヨーロッパ遠征でどれだけ成長してくれたか、はい、それをこのゲームで見てみたいですね、はいはい、中央大学のまだ若い19歳の金田奥田とスイッチしようとしました。これはカットされておりますが依然として金田ボールをキープ。川本から右へ、さあ中に折り返せるか、なかなか球筋はガッチリゴール前、キーパー短期分、キーパーは怪しい、ちょっとゴールが空いている、シュートがしたい。玉本君も乗ってますよ今日は。はい、7番の大観衆の歓声であります。まあ、サッカーの試合でこれだけの歓声の中でゲームが行われるという試合も日本では本当に初めてのことですから、これも選手が思うのも当然であります。そうですね、我々この上にいましてももう熱気でもう汗が流れてきますね。そんな感じですね。11番奥寺、鴨本の後を継ぐ選手です。その奥寺正面、前だから左へ振る。3番の斉藤が上がっています。ゴール前、斉藤のシュート、森さん思い切って斉藤上がってきましたね。そうですね、彼はこの2ヶ月のヨーロッパ遠征で非常に攻撃参加ということをですね、勉強してきたようで、うちのチームでも非常にそういうことを狙ってますね、はい、さあペレです。ペレがどのような球を出しますか。前世時代には9人も抜いたというペレですが、まあ、今日は藤島がどれだけペレをマークしてくれるかというのも注目の一つです。これはちょっと悪い、はい、ベッケンバウアー、12番はフルバックのスミス、ボブスミス、大きく左側へボールを回してキナリアを待ち構えております。キナリアキープ、代表選手としてワールドカップにも出場いたしました。キナリアのゴール前、この長身ですから、これは岡野さんね、はい、空中戦というのは一つね、ゴール前ね、あーですね、これだけ大きくてね、肩幅張りますとね、はい、なんかこう前に柱が一つ立ってるような感じですからね、そうですよね、セル選手はなかなかきついですよね、奥寺6番の藤島です。コスモスが球を取りました。なかなかやはり森さんね、はい、今のペレがそうだったですけども、さすがに、世界のスーパースターベテラン選手集めているコスモスは球筋を読むのがうまいですね。そうですね、ボール扱いが非常にしっかりしてますし、はい、さあ日本の攻撃になります。森さん、感じとしてはコスモスはあまり中盤をそう厳しくチェックしてこないですね。そうですね、むしろ早く基準して、はい、危険なスペースを消してですね、はい、相手のスピードを止めようと、そういう感じの守備をやるみたいですね、はいはい、ピッチからアルベルト、そして左側へ、あ、プレーボールが回りませんでした。また日本がカット、一進一退という立ち上がりの攻撃展開が続いております。奥田へ回りました。さあゴール前、このヘッティングはちょっと反則があったというのはカウントのジェスチャーですが、アルベルトの頭を押さえております。岡野さん、鎌本の動きいかがですか今日は。そうですね、まあ1点彼に取ってほしいですよね。そうですね、はい、なんか狙ってるような気がしますけどね、プレープル見てますとね、はい、はい、楽しみですねこれはね。前にね、浜本君の足見ましたらね、はい、だいぶ腫れてんですよね。それでちょっと今日は長くやれないですよなんて言ってましたけどね。そうですか。僕はね、とにかく1点取ったら、極端に言ったら5分でもいいよ、まあ冗談ですけどね、もちろん90分やってほしいんですけど、はい、あー、これちょっと高さまで、まあ、そんな話したんですよね、はい、新井から横
手応えのパスが流れました。鎌本です。トップにおります鎌本。コスモスの攻撃です。アルベルトからスミス上がってきます。センタリングゴール前、どうだ。あ、危ない。今もセンタリングをしたのはフルバックのボブスミスでやります。スライディングをしながらのセンタリング、ちょっとこれがまともに当たりませんでした。助かりました。さあまたコスモスのチャンス、ロングシュート、これはダメです。逃げ切れました。ゼッケン8番テリー・ガーベット、ガーベット選手はイングランドの選手であります、まあ、典型的なミッドフィルダーだということでありますが、思い切って正面からロングシュートが外れました。監修のます国立競技場、コスモス対全日本、ゼッケン2番横谷、奥寺へ、もうかなり当たりがきつくなりました。バックパスで1回戻します。確かに岡野さん、あの先日の古川電工との試合よりも今日コスモスがかなり当たりがきついですね。そうですね、当たりはなかなかきつくなってますね、なってますね。アメリカの北米リーグはかなりラフなプレーも多いんですが、今日はその片鱗が出てきました。さあ全日本のチャンス、あやはり球を取られました。今ボールを持っている25番はブラジルのスーパースターのカルロス・アルベルト。ブラジルチームが3度目のメキシコワールドカップで優勝いたしました時、イタリア戦で最後のゴールを挙げたのはこの今のアルベルト選手であります。ペレのパスを受けたアルベルトが4点目を挙げたわけであります。そのアルベルト、まあ、ペレとの最後の試合を一緒のチームでできるのは本当に光栄だと、こういう言葉をアルベルト選手は語っています。トピッチからのバックパス、ですから岡野さん考えていますとね、コスモスにいろんなあの外国のスターが入ってくるのは、なんかペレと試合を一緒にゲームをやりたいからなっていう気持ちもあるようですね。そうですね、まあね、サッカーの選手もちろん素晴らしい技術能力を持っている選手いろいろいますけどね、はい、あらゆる選手がペレとやりたいと、いうことを言うというのは、ね、やはりペレがいかに素晴らしいかと、はい、いうことだと思いますね。そうですね、ベッケンバーカーの片松が行きました。ゴール前、キラリア、キラリア、キラリア、キープシュート。森さん、今のベッケンバーカーの球出しいかがですか。素晴らしいパスですね、相手のバックラインの裏へ、しかもキーパーの取れないところへね、はい、放り込んできますですね、今のキラリアのプレーですけれども、はい、最初ボールに背を向けてたのをクルッと振り向きましてね、振り向きざま、シュートを打つ、ああいう速さっていうのはさすがですね、はい、これはバックスもクリアできない、キーパーも飛び出せないところですからね、あそこで振り向いてすぐシュートを打ちますね、はい、これは岡野さん、あれだけの大きい選手がと思うようなこの身のこなしの鮮やかさがありますね。鎌本です。もう一回鎌本へ戻る、立松さん、いったできない。今のは長いですかな、カナダと見られます。カナダですか、ミスは、はい、ペレ、うーん、前とこ行きます。キラーリア、キラーリアからもう一度ペレ、ペレからベッケンバウアー、ベッケンバウアーも今日はかなり大丈夫ですね、足はいいですね、さあコスモスの攻撃、この前、さあキラーリアのシュート、キープ力が素晴らしい。そしてキラリア短いパスが行ってシュート、前を向くのが早いですよね。そうですね、後ろから来たボールをもうワンタッチですぐシュートが打てるところへ止めてますからね、ああいうところはさすがですね。的にはやっぱりセンターフォワードにふさわしいような見方ですね、日本選手ああいうところを見習ってもらいたいと思いますね。あそこで間が一つ入りますともう潰されちゃいますからね、はい。キラリア選手は先日は第1戦の時には日
本の好プレーには自分で拍手を送ってましたが、今日は全然そんなそぶりもないんで、絶対に勝つ、その圧倒的に勝つというような雰囲気はコスモスにちょっとあります。コスモスボール、今あれだけそのキラリアパスが出る前にパックスが潰したいという場面、そうですね、日本ですけどね、あの前の場面でお分かりいただけると思うんですが、ね、はい、まだ日本の守備で一番の弱点というのはね、スピードに乗ったドリブルでつっと突っかけられてくるとね、はい、どうしても受け身の時の守備が下手ですね。あ、 そうです、そこから崩れましたね。なるほどね、はい、奥寺右オープンに展開、ああこれはとってもいいです。しかし今日はあの全日本を見ますとね、かなりバックスが思い切って攻撃の時に上がっていくという形が何回もありますね。そうですね、こういう指示を出されてるんじゃないですか、はい、さあペレです。ああまた素晴らしいパスだ。ああとにかく針の穴を通すようなパスですね、このパスというのは。体が完全に向こうを向いてましてね、タッチラインの方を向いてましてね、はい、それで右のアウトで、あそこでも状況を見てますね、はい、さすがですね。今ご覧いただきましたように右足の外側であるところへコースで ね、 素晴らしいパスが行きました。まあ、ペレにはおそらくあのペレ本人のプライドとしても他人の通せないところへ絶好のパスが俺は出せるんだという、それだけの、まあ、世界のスターのプライドもあるんでしょうね。全日本への声援が飛びます。4番加藤、ちょっとペレが飛びました、大丈夫でしょうか。12番また上がっていきます、ボブ・スミス。そして22番スクリオン、キナーリアへ。しかし依然としてまだコスモスボールです。ペレ行きました、8番ガーベット、またもう1回ガーベット行きます、キナーリアへ。ヘッディングで落としました、これはダメ。しかし森さんね、はい、ペレ選手のパスを出すときは本当に何もない感じでスッといいところにパスしてますね。そうなんですね、結局あそこへ蹴るぞって言ってそこへ蹴らないわけですね。そうですね、調べてるような格好をして右へパスを出すというね、いわゆる先頭が入ってますから、はい、予測しにくいわけですね、はい、さあペレ、ペレからキナリアへ、もう一回ペレ、キナリア2人の間で細かいパス、あまたキナリアへ、もう一回ペレ、もう一回出した、お危ない危ない危ない。岡田さん、今の2人 の、 あの細かいパスの交換いかがですか。前です ね、まあ、あのねタイミング、今森君が言ったようにね、はい、もうタイミングといいねコースといいね、日本のバックが予期しないところにそろそろ出てくるんです ね、 そ、 うですね。それとね一つちょっと日本のバックスね、はい、ちょっとこの大観衆に逆に日本の方が上がってる感じですね。あそうですか、はいはい、もっと伸び伸びやっていいんですかね、はい、っていうのはね、今のコスモス見てますとね、はい、非常に速攻とキナリアの縦への突破っていうのをね、もう中心に今攻めてますよ、はい、それが分かったらやっぱり日本の守備もねもうちょっと速攻を警戒しなきゃいけませんね。なるほど、そこら辺が分かってるはずなのに、はい、なんかちょっとね、はい、上がっててどうもやられてるという感じですね、はい、まあ、この辺りはあの藤島君あたりが相当締めていかなきゃいけませんね。ゴール前パスが通らない日本のバックスは横谷、斉藤、加藤、新井、そして、中心に藤島がおります。ペレです、ペレからスクリオンへ、もう一回ペレ、またスクリオンへ、これはカットしました。依然としてコスモスですがオフサイド、前半20分を過ぎています。森さん、ちょっとこのところ全日本を揃えてきましたね。そうですね、
前の試合に比べまして潰しが早いですね、岡野さん今日は。早い、とても早い、この前に比べたらね、森君に言うと本当に早いですよ、はい、非常にね、やっぱり日本がね、まだボールコントロールという意味ではね、ちょっと力がないなっていうのを第一線で分かってますね。なるほど。ですから早めに早めにタックル、チェックに入ってきますね、はい、ああいった格好でちょっとミスすると取っていくんですね。キナリア第一戦の時には古川電工は中盤は楽に割合とボールをキープできたんですが、今日はそういきません。持たせてくれないですね。スクリオンアルベルトへボールが1回戻ります。コスモスの攻撃です。ペレー行きました。うん、また前とこ出ますね。コンピューターで測ったような感じですね。依然としてキラーにはボールをキープ。センタリング、ゴール前、どうだ、ポスト、追い返す。トピッチです。キラーにはのセンタリング、跳ね返るところ、いっぱいの横からの角度を難しいところある中に右隅に決めました。このトピッチ選手は元ユーゴの代表選手であった人であります。前半23分終わってコスモス2対0とリードであります。小型乗用二乗狩りヤンマーディーゼルコンバイン、ダブルテンション、軽いタッチでスピード変速、ダブルアクション、上下左右に動いて選別は鮮やか、ダブルダブルのコンバイン、稲の絨毯、主役はヤンマーディーゼルコンバイン。得点は2対0、コスモスリードで続けられております。コスモス陣内です。ベッケンバウアー、ペレからまたキナーリアへ、もう一回ペレ、グリズマは懸命にボールを奪い返そうとしてますが、依然としてペレです。4番はキャプテンのウェーナー・ロス、すぐ後ろにベッケンバーがいましたが自分で持っていきました。ロス、奥田がキナーリアに取られました。今日は岡野さん、キナーリアが非常に幅広く動いてますね、いつものようにね、ゴール前でね、点取りゃいいんだというのとちょっと違いますね、違いますね、はい、むしろキナーリアが下がってペレがトップにいるという場面もありますからね、はい、ベッケンバーはさあ、またまたコスモスのチャンスか、いっぱいです。
ベッケンバウアーシュート。8番のガーベットのシュートは左を切れました。しかしやはりあのシュート自体でなくてテレが出す、あるいはベッケンバーが出すパス一つに7番の観衆が思わず通ってきますね。今のあのラストパスにしましたね、逆サイドを大きく蹴るような格好をしてそばを走り抜けてる選手に出してますよね、ですから日本のバックの選手が向こうへとこう気持ちを引っ張られる、その隙に同サイドへ走り込まれて、そこへパスが出るという、10番のカナダ、あーっとボールアイデンとして日本2番横谷、もう1回戻します。4番加藤、早稲田の選手です。若い選手鎌本、5番の新井東蔵、あパスが通らない。ちょっと日本も背が歩んでおります。この5円またベッケンバーからスミスへのパス、もう一回作るように戻りました。おっとこれは足を痛めたかな。18番のトピッチです。これはかなり痛そうですね。しかし岡野さんね、はい、あのブラジルのキングペレがいます。イタリアのキナーリオがいます。西ドイツのベッケンバーワーがいます、はい、そしてユーゴのトピッチがいます。こういう具合にあのつまりサッカーは南米型だとかヨーロッパ型だとかいろいろありますよね、はい、そういったパターンの違う国の選手が集まって一つのコスモスというチームができる、はい、そこにまた新しいサッカーが生まれる要素があるわけでしょうね。そうですね、まあそういう意味からいきますと、ね、やはりコスモスというチームの名前、極めて象徴的ですね。いわゆる宇宙という意味ですね、コスモスは、もう宇宙なんだ、このサッカーの宇宙なんだというチーム、それだけにまあある意味でいくとこういろんな国の選手が集まる、また同時にこれがねサッカーの一つの面白さだと思うんですね、これだけ各国の違った人が集まって同じスポーツをね一つのチームでやられるというところ、これやっぱり面白いところだと思いますね。コスモスにはとにかく国籍だけから言うと10カ国ありますもんね、はい、ただ反面ね、ゲームということで見ますとね、はい、やはりサッカーの一つのポイントを示してくれますね。それは何かというとチームゲームですけどね、一人一人が技術がうまく体力がありいい判断ができればね、そういったものの考え方とかそういうものに多少違いはあってもね、やはりチームプレーというものが成り立つということです ね、 なるほどね。そういう意味ではやはり一人一人をいい選手にすると、ということがどんな大事かということを、このチームは見せてくれますね、トピッチ選手退場ですね。変わって、入りますのはゼッケン3番の選手が見えてます。デミトリデビッチが入りますか。そうですね、そのようですかな。いや違いますね、デミトリデビッチは選手見てますから、まだあのラインの外です。まだ入ってないですね。まだ入ってないですね。入ってませんね、はい、ゾーマーゲームは再開です。前半30分を経過しました。2対0コスモス2点のリード。さあなんとか全日本の反撃を期待したい場面です。ヘルがマークしてます。右に振りました。ゴール前に鎌本も行く。あーどうだ、奥寺ボールを結局キープできません。取られました。うん、キナリオのパス、これ逆に奥寺がカット、ゴール前流す。うーんダメです。アルベルトがいました。カウロスがいました。小井さん、全日本どうするかいいですかね。ですね、あのなかなか前を向かせてくれない、それとそのスピードを止められてますよね、はい、ですからなかなかスルーパスが出せないということですね、はい、サウルスのパスです、鎌本君に一発期待するのとですね、やっぱり外から攻めることですよね。それでウイングへ早く球を出してやって、ウイングのドリブルの力、あるいは
もう一人そこにフォローアップしてやってですね、このいい壁パスとか、ワンツーのパスで突破する、はい、そこからのセンターリングから得点を狙うというこの辺じゃないですかね。真ん中は非常に強いですよ、あのアルベットがいますね、なんか両翼 の、 あのスピードある展開というのはそう全日本出てますね。出てないですね、ウングが走る形というのはですね、はい、この辺をどうやって出していくかということじゃないですか、はい、でこの辺でゆっくりしすぎますとね、もうなかなかスルーパスを出すチャンスがないですから、はい、ボールを持っているのはガーベット、スクリオン、12番のボブ・スミス。ボブ・スミスは、まあ、北米リーグ屈指のディフェンダーということで昨年のオールスターにも選ばれている選手です。そのボブ・スミス、まあ、ボブ・スミスはフルバックの選手なんですが本当によく上がってまいります。もうちょっとウィングじゃないかと思うぐらい上がってくる選手です。アルベルトから向こう側ペレ、あ、さあ日本速攻に行きたい。7番の長井、レフリーは浅見さん、ラインズマンは倉持さんと丸山さん、浅見レフリーの笛です。岡野さん、今の場面などはそのままスピードの乗った形でゴールへ殺到するというようなことをちょっと期待したんですけどね。そうですね、ちょっと反則がありましたんでね、ありましたけども、全日本もちょっとまだ決定的なチャンスがつかめないでいます。テリー・ガーベット、22番がスクリオン、ゴール前の縦パス、これはちょっと長すぎた。キーパー田口、さっき森君が言ったようにね、もうちょっと速攻をやりたいですよね。ですよね。それが中盤でスピードなどがなんとなしに落としちゃうんですね。はい、ドリブル少なくした方がいいみたいですね。むしろあのパスで、パスを主体にした攻撃にした方が、それで速い攻撃ですね、速い仕掛け、それをやらないとなかなかこのバックライン崩れそうにないですね。そうですか、ボールの後ろ行っちゃったんじゃ、せっかくいいタイミングで上がってそこへパスが出たんですけどね、パスがやはりいいボールを放り込んでこないと点になりませんでしたからね。コスモスのゴールキーパーはヤシン選手であります、トルコの代表選手だった選手であります。して2対0、コスモスのリードがついて前半です。10番の今カナダ、さあこれからどうするとこういう形です。そうなんですよね、ここで結局突破できなくてね、はい、長い、またバックパスとかよくパスという感じになるとまずいです。さあゴール前左側、これですね。そうですね、12番のボビスミスにセンターリングが止められました。25番カウロス・アドベント、いや第一戦の試合4対2でコスモスが勝ったわけですが、その試合を見た感じでは全日本も何点か取れそうだという雰囲気も随分あったんですが、さすがに第一戦と京都はこれは岡野さん違いますね。コスモスは、だいぶね、最初に森君が言ったようにね、コンディションというものもね、非常に良くなってるし、それだけでなしにね、今日はやろうという気が違いますね。そうですね、迫力がありますよ、はい、またコスモスはトピック選手は戦列に復帰しております。スミス、
ックになります。おお、ペレ選手が蹴りますね。ヒルマーニ監督も出てましたね。今気がついたのは押してみたいですね。はい、パーマニー監督です。さあ、ペレのキック外側でした。ペレからガーベットへのキックでありました。ガーベットのシュートはミス。ちょっとマークが甘いですね。そうですね、さあ、これからスピードを上げて、トレンド浜本へ。川本にペレがついている。ホイッスルが鳴りました。さあ、川本のこのフリーキックどういう形になりますか。さあ、シュートいきますかな。第1戦では試合終了間際に見事な、まあ、フリーキックの芸術家ペレ選手とバナナシュートが見られたわけですが、さあ、この川本の場面跳ね返っています。いいパス。新井創造、鎌本。さあ、ここでちょっと引かれた。今のような形で裏が取れますとね、そうですね、得点のチャンスが出てきますよね。はい、23番はメネセス選手でやります。また川本が蹴ります。おっと、直接ゴールがあった。バルボールがこぼれている。シュートできない。惜しい。あ、これは日本の反則。一押しですが、キーパーもよく弾きました。まあ、こういうところ の、 カイザー・フランツ・ベッケンバーワーとしてはもういつ見て もうクールそのものという感じの人ですね。スタンド前でキープした瞬間の他の日本の選手の動きはどうだったですか。そうですね、今のような形はいいと思いますよ。はい、ボールが左へ展開されましてですね、じゃあ相手をこう揺さぶって、そしてまたボールの中に入れる、そういう形をどんどん出していけば、チャンスあるんじゃないですか。依然として前半は2対0、コスモスをリードがついています。サヨナラゲームインジャパン最終戦、全日本との試合です。アルベルトが縦パス、もう一回カイロスが自分で突っ込みましたが、全日本ボールを奪い返した。さあ、全日本チャンス。手で上がり早くしないといけない。そうですね、一番左側奥田が走っています。残り少なくなってまいりました。さあ、このフリーキッカーのチャンスです。
奥寺。4番の加藤。10番体を突っ込むがダメ。若い選手どうですか、森さん今日。まだあんまりいいプレーが出てこないですね。6番の藤島、ちょっと倒れ込んでますね。ちょっと苦悶の表情です。ペレ選手の表情が3000ミリの高感度カメラによって映っております。コスモスにメンバーチェンジがあります。いや、そうではありません。あ、ミセスペレが映っております。結婚して11年経っているご夫妻です。ペレ夫妻、前半も44分を経過しております。前半ほとんど残り少なくなってきました。テレ、テレの自分からのシュートはちょっと弱かった。さあ残り時間少ないところ、全日本奥寺ボールを持ちました。今の場面です。奥寺からこの音やパスが通りません。でも、ああいう、はい、あのトライをどんどんやるべきだと思いますね、はい、必要に必要に繰り返していかないといけませんね、はい、キラーリアはここまで下がっています。キラーリアからカウロス・アルベルトへ、ボブ・スミス、ペレ、ペレからアルベルト、これで前半終了であります。7番観衆が入りました。国立競技場、ペレの日本での最後の試合、大観衆が入りました。2対0というスコアを持ちまして、前半はコスモスリードで終わったわけであります。サヨナラゲームインジャパン、いよいよ後半、ペレ選手が入場してまいりました。ペレ選手についてこういう話を聞きました。メキシコのワールドカップで優勝したときに、練習場はもう報道関係以外一般の観衆オフリミットだったんですが、ぜひペレ選手に会いたいという目の不自由な少年が特別許可をもらって練習場にやってきました、まあ、その時にペレ選手はその少年の前に行って、小さい少年なんで立ってたんではその目の不自由な少年が体に触ることができないというんで、少年の前に両足をついてひざまずいて、少年が頭から顔形からその胸の厚さから腕の太さから足からずっと触って左のプレーを確かめている間、なんと実に20分間その少年と一緒に過ごしたという話を聞きました。こういうところにやっぱり単にサッカーがうまいだけでない、はい、人格者のペレという、それだから世界の人に愛されたペレという、そういう感じしますね。ペレの人間性っていうものが、さあ後半の開始です。3番のこれ入ってまいりましたね。デミトリジェビッチが入ってまいりました。これもユーゴの選手だった人で、非常に精力的に動く選手であります。今場内アナウンスで選手の変更が告げられております。後ほど全部まとめてまたお伝えをしたいと思います。お客様にお願いいたします。この3番がデミトリジェビッチ選手です。物を投げないでください。
岡野さんね、はい、今私がちょっと申し上げたエピソードが分かるように、つまり技術とハートを持ち合わせたスーパースターという感じですね、これは。そうですね、まあ、それでなければね、世界中どこ行ってもね、正直言ってその国の大統領の名前知らなくてもね、子供たちはペレの名前っていうのはどこの国行っても知ってると言われるぐらい、それだけ愛されるんですよね。そうでしょうね、はい、アルベルト日本の攻撃になります。あ、しかしカットされました。チェックですぐボールを奪い返します。今日はよくディフェンスしますですね、キリハリア。動いてますね、キリハリアは。攻めだけじゃなくて、はい、まあ、先日もコスモスの第1早々の記者会見があったときに、コスモスチームはこの後中国へ参りまして、北京と上海で試合をするわけですが、中国の選手はどの程度ペレ選手を知っているのかという質問が飛んだんですが、そしたらサッカーは世界中でやられているスポーツで、中国でも当然ペレ選手については十分に承知しているという団長の答えがありましたけどもね、もうそれもそのはずだと思う。キングペレの最後の試合でやります。さあ日本の攻撃、だがあ、ダメですね、落ち着いてますね、カードサードベルト、はい、あのベッケンバーが退きまして、デミトリ・ジェビッチが入り、それからメネセスが退いて、ゼッケン5番のホーモスが入っております。バックスにホーモス、バックスではありますが非常に俊足で、日本のウイングの永井と競り合っても負けないぐらいの快速の持ち主でありますホーモス、それから精力的によく動き回りますデミトリ・ジェビッチと、この両選手が後半入っております。コスモス日本ヘッティングでクリア、しかし自然としてまだデミトリ・ジェビッチ、もう今のようなパスでもね、こうやってサッカーを知らない方見てると、来たともうポンと横へ出したっていうだけぐらいの感じに見えてしまうんですけどもね、はい、これはコースといい、強さといいですね、ぴったりのそのタイミングで出てきますよね、はい、これがホーモソです、挑発のホーモソ。そういう意味では森さんね、はい、ペレ選手を出すパスというのはもう相手が本当にプレーしやすいようなところが出てくるんですね。はい、受ける選手の身になって出しているということですね。日本チームはどうやら変更はないようであります。長い、まだ日本スローインです。わっとりコスモ選手が倒れてますね、ちょっとしゃがみ込んでますね、大丈夫でしょうか。アルベルトが変わるんですか。ああアルベルトが下がって変わって17番が入ってきましたね、カンタロ選手、はい、彼は後半日本にとってはチャンスであります。これでベッケンバーはカルロス・アウベルトという、まあ、ゴール前あるいは中盤しっかりと抑えられていた2人が一応変わったわけですからね、日本の反撃後半ぜひ期待したいと思います。17番カンテロ、このカンテロ選手はコスタリカの選手であります。相手のバックラインの裏の取れないところへいいボールが出ましたですね、はい、ああいうパスをもっともっと出してほしいですね、他の選手も、はい、
番の選手が今見えましたね。これモライス選手、この選手も入っております。この選手も後半登場。もうかかりボールを取った。日本の攻撃、8番の西野、それから5番の今のがホーモス選手。日本のスローインです。腰も深内深く入っています。7番の永井、さあこのフリーキックのチャンス。浜本君が蹴るようですね。そうですね、ゴール前でシュートを狙ってほしいんですけれど、はい、浜本が奥寺へというような感じになっているんでしょうか。ちょっとホーモスは少しボールに近すぎますね。そうですね、浅見で振りをもう少し下がれと言ってます。さあ浜本のキック、もう1回からベッケンバ、キナーリア、キナーリア、そしてトップに上がっていきます。ホーモソ大きく逆サイドに振りました。前半2対0、前半のシュートはコスモスが10本叩き、日本は9本叩いてるんですが2対0。22番のスクリオン、ゴール前のキナーリア、隙があったらシュート打ちますね。打ちますね、もう一度今見てみましょう、ね、これもシュートね、はい。まあ、実際に本当にあの世界のトップスターの中で厳しいチェックの中でゴールを決めようというストライカーは今のようなほんのちょっとしたところでも狙っていかなきゃいけないのかな、決まりませんよね。今の止めますともう潰されるわけですよね、はい。ホームズからのパス、バックパスは、キーデのバックパスはタッチを割りました。日本のスローインです。ベンチに下がりましたアルベルト選手。小原さん、日本の攻撃に後半少し変化が出てきましたか。前よりはね、走ってますが、ね、奥田、奥田センターリング、ヘッディングではちょっと上背の差があります。簡単に行ってしまうとね、走る量が足りないですね。そうですか、はい、ボール持った時に歩いてる選手がやっぱり比べるとね、日本の選手の方が歩いてる選手多いですよ、はい、こういう時でもですね、特に日本はその若返りをしたわけですからね、若い選手が少々の技術の未熟さは走ってて、それを補うんだっていうようなことが欲しいんですよね。そうですね、横谷、さあここでどのぐらい選手が走るか。奥寺です。右から長い上がっていきます。シュート、金田ですね、はい、今の場面です。枠からはそれたけど、いいトライですね。そうですね、やっぱりね、あのくらい思い切ったことやっていかなきゃいけないですよね。今ちょっとあの日本がペースに乗りかかっているところですね。そうですね、はい、さっきの奥寺君の突破からちょっと形が出てきましたね、ゴール前、ヘッティングシュート欲しい。フルカーコンビですね。そうですね、はい、ご覧いただきます。よく日本リーグの試合でもこういう形を作りますよね、ああ惜しかったですね、10分を経過しました。やっぱり相手のバックラインが大きいですからね、今のような低い速い球を入れて、相手の前でヘディング取るというね、はい、そういうことじゃないとなかなか
勝てないですね、そうでしょうね、競り合いに、上背の差かなりありますからね、4番の加藤、体勢を立て直して全日本の攻撃になります。後半開始10分過ぎています。日本がなかなかいい形を作っているところですが、ここで鎌本をマークしておりましたコスモスのキャプテン上野アロス、反則があります。日本のフリーキック、ここで周りが走んなきゃいけませんね、はい、二宮監督です。もう前の方の選手止まっている選手が3人も4人もいますもんね。長井へ、玉鷲がもう一つ自分の足元から遅いような感じもありますね。テレ、まあ、これだけの人が見に来てくれてるんですからね、はい、やはりコスモスのいいところだけでなしに、ね、全日本のいいところもぜひ見せてほしいですね。そうですね、はい、おお、強引なシュートはダメです。やはり今日の7番の観衆はね、ペレの姿を見たい、見ておきたい、鎌本の全日本のユニフォームの試合もこの目に焼き付けておきたい、同時に全日本の新しい姿もぜひ見たい、はい、そういう気持ちのお客さんもいるはずですからね。7番大観衆、本当に場内満員になりました。東京オリンピック以来、サッカーのみならずこの国立競技場の一般のスポーツとしては新記録のこの大観衆の前です。コスモス内から入りました全日本の斉藤、長野センターに持ち出すは使えません。ゴール前、鎌本、いざ鎌本のシュート、ダメ。しかしコーナーキック、岡野さん、今のシュートでもあれですか、やっぱりね、遅いですか、止めた後が遅いんですよ、ね、もうここでね、はい、コントロールですね、バウンドさせたら、はい、やはり、はい、崩されますね、はい、勢力に日本のフォワードが今一歩という形が、まあ、長年続くんですけどね、はい、今なんかその一つの象徴的な感じですね。そうですね、8番のガーベット、まあ、先ほどちょうどキナーリアがほんの僅かな隙でもすぐシュートの体勢を作る、はい、あるいはゴール前の体のあの振り方の速さね、はい、こういう話が出ましたが、ぜひともそういうところは日本の若い選手が身につけてもらいたいと思います。17番カンテロからまたゴール前へ、助かった、キラリアが残念がってます。パスを出した方のモライスも残念がっております。コスモスの逆襲になってきました。このコーナーキックです。はい、ペレ、素晴らしいシュートですね。そうですね、あーっと危ないぞ、あーキーパーに飛び出した、キーパーに飛び出しました。ちょっと岡野さん、ゴール前で相手の選手をフリーにさせる形が出てきましたね。あのね、ミスパスからなんですね、相手が狙ってる、つまりね、スローダウンしちゃうもんですからね、はい、相手に余裕ができちゃうんですよね、はい、その狙われてるところへボールが出てくる、うん、最初にあの前半ペレが素晴らしい姿勢で森君が説明しましたけどね、タッチラインの方を向いてて右に出たですね、はい、それは日本のはもう向いてる方を向いてる方へパスが出てくるんですからね、相手に読まれちゃいますね。それを外すためにはやはり
もっと早めのパスを使わないとね、なかなかマークは外せないですね。自分で信号を出しておいてそこへパス出しちゃいけないですね。まあ、ドイツではテレフォニーレンと言いますかね、はあはあ、電話をかけてからパスしますと。なるほど、予告付きですか。はい、前半2対0とコスモスリード。後半日本10分過ぎないまでかなり攻めまくったんですが、依然としてまだノーゴール。それにしても本当に20年間にわたるペレの世界での第一戦のこの活躍ぶり、今日作られてますね。そうですね、はい、当然日本はカモンさん蹴るんでしょうね。案外藤島君あたりが蹴るかもしれないですね。そうですか。今日はしかし鎌本君に一つ、鎌本君蹴るようですね。鎌本ですね。はい、鎌本は蹴ります。野心1対1、まあ、鎌本にとってもね、全日本のユニフォームを着た最後の得点になるかもしれない、そのペナルティーキックですね。さあ、ああ、惜しい、やったぞという野心。鎌本が右を狙うという感じで途中から左を狙っている感じで右の方へ押し出したんですね。よく野心がよくセーブしましたね。セーブしましたね。ちょっとコースが甘かったですけどね。惜しい。依然として2対0コスモスリード。さあ、また日本ボールを取った長井へ。ここで押し上げですよ、はい、思い切ってね、はい、長井ドリブルで進む。金田君のいいところが出ましたですね、はい、非常にあの小回りの効くドリブルの上手いところ持ってますからね、相手の間をちょっと外してきました、はい、そのもう一つ前からです、はい、ここからですね、長井のドリブルがこのボールをコントロールしてですね、はい、非常に上手いドリブルですね。スピードがありますし、日本もカットバックパス、ペレを回すという藤島からゴールキーパーの田口へ、また金田に行きました。スピードがあります金田。西野、西野は切り込む、まあ、西野も高校時代からそして早稲田に入ってずっと日本のホープの一人なんですけれども、ほとんどのヨーロッパ遠征では非常に力をつけてきた一人だと新宮監督は言っています。日本のスローイン、またコスモス陣内です。日本1点を返したい場面です。藤島からゴール前へヘッティング、キーパーへ。だいぶ攻めの形が良くなりましたですね。そうですね、はい、ああ前半20分を経過しています。後半20分を経過しています。絶対日本上げてもらいたいところです。どうでしょう、もう負けてんですからね、責任の瞬間ないと。ペレ、さあ最前線へ縦パス、18番トピッチ、ゴール前にはキナーリア、
スクリオンからトピッチへ、もう一回ボールが戻ります。ペレー、渡りません。長い、さあナイスコム。奥田だよ、奥田から長い、長いからもう一回奥田から戻らない。カンテロに、フォーモソにカットされました。奥田のシュートの場面がまだないですね。そうですね、いいシュート持ってるんですけども、はい、あの左足のシュート見たいですね。しかしそれにしましても前後半素晴らしいパスを出し続けているキングペレ、まあ、ペレ選手は17歳でワールドカップに出まして、ワールドカップ史上最年少の選手という記録を持ったわけです。その17歳の時にして既にも本当に世界のトッププレーヤーになりました。そのペレの日本で実際にプレーを見る最後の試合です。サポート、縦パス、右に奥田がセンターに入っていく。惜しいな、はい、奥田君から長井君ですね、はい、古川コンビ、はいはい、もう一回見てみましょう。そうですね、ペレ行きました、ペレ渡りました、右に振ります。ペレ選手はね、とにかくあの普通の選手よりもの目の視野ですね、はい、これがあの 30% 他の一般人よりも広いっていう話があるんですね。あーはー、それがペレ選手の状況判断で素晴らしさを決められるという話があります。選手がその17歳でワールドカップに出ましたときにね、はい、そのワールドカップ1年生のときにすでに当時のいわゆるマスコミがですね、極限的なフォワード、偉大なシューター、華々しいドリブル、止めようのないスピード、コブラを回せるような威力十分なヘッディングの持ち主と、これだけの形容詞をつけたんですね。そうですね、っていうのはね、ワールドカップに出るね、あの前の年のシーズンでね、はい、特に彼は17歳でブラジルリーグの得点王だったんですよ、はい、素晴らしい、そういう生まれつきのものを持ってるわけですね。そうですね、場内のファンはゴール前のコーナーキックでペレに合わせてペレのヘッティングシュートが見たいというペレペレという声援になりました。フィナーリアか、あっとまたコーナーキックですね、キーパー逃れました。選手はお父さんもサッカーの選手だったそうですが、お父さんは怪我が多くてプロの世界では対戦しない選手だったんですが、そのお父さんはペレ選手という理解者だったんですが、ゴール前危ない、いやこれはオフサイドですね、これはオフサイドでした。ジュアリアとペレが突っ込みましたが、これはオフサイドでした。依然として2対0、コスモス2点のリードがついております。後半25分終わって依然としてコスモス2対0のリードであります。肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 ワシのマークの大正製薬の製品です。オメガを手にした時人は感じる、心を満たすオメガならではの気分、確かにもう一つの時が流れている。
き、お口にお口や、ノースキャロライナ。ほっぺたにプレゼント、富士屋ソフト、エクレア。クリームをソフトキャラメルが優しく包みました。現代のメカニズムが到達したマッハの世界、ソニーは今触れる瞬足選曲、ソニージェットセンサー。依然として2対0、コスモス2点のリードがついております後半戦。全日本は4番の加藤に代わりまして、ゼッケン12番今井に入っております。私のフランスペレに行きました。ペレペレペレにもう1回、ああオフサイドです。ここで先ほどのちょっとご覧いただきましたペレのフリーキックをご覧いただきますが、非常に距離が長いところ、何十メートルありましたかね。そうですね、25メーターぐらいあるんじゃないですか。ポストのわずか右というところ、右足が跳ねておきました。さあもう一回この正面、これでまたペレのフリーキックが見られますね。そうですね、まあもう勝敗を別にしますとね、はい、森さん、全日本に1点欲しい、はい、ペレの1点が欲しいですね。そうですね、奥さんも写真撮ってますね。フリーキック、どんな、まあ、絶対ゴールを狙うシュート、どんなキックを見せてくれますか。あ、これは壁でした。キーパー飛び出す。田口好判断でした。そうですね、今のご覧いただきます。これはもう正面で当たってましたが、ゴール前に依然としてペレおります。まあ、コスモスの選手もそういうところはどう考えているか、ちょっとペレに集めてペレの1点を狙わせてほしいという気持ちがね、私の方からすればあるんですけれども、全日本の逆襲もダメ、5番の方もそう、あるいはそれ狙ってんじゃないですか。ペレがあの、センターフォワードのポジションに残ってますからね。そうですね、イナリアがむしろ中盤に下がったりしてますね、はいはい。ペレがトップにいますね。あ、ペレ行った、ペレ行った、あーってダメだ、ペレ渡らない。ちょっと防戦一本になってきました全日本。ガーベットから向こう側へ、2番のスタリオン、さあペレ行きました。あー、スルーパス、ヒナリア、バックパスをしようとしました、ヒールを使おうとしましたがダメ。10番のカルダ、カルダ自分で持って上がります、右側へ、西野、これは長い分ですね、シュートは奥寺ですね。あ、シュートは蹴ったのは奥寺ですね、はい、後半も30分過ぎました。全日本もなんとか1点あげてもらいたいと思います。18番のトピッチ、シュートは落ち着きました。これはちょっとコスモスバリで宇宙遊泳的なシュートになってしまいました。前半2対0コスモスリード。岡田さん、後半全日本もなかなかいい形は何回も作ったんですけどね。そうですね、まあ、あのリーグの最中というね、そういう意味で、まあ、一緒に練習できないという事情はありますけどね、やはりあの例えば奥寺君の足の速さとかね、そういうものをお互いに生かすようなゲームをもうちょっとやってほしいですね。なるほどね。
点とですね、こういったやっぱり身のこなしはやっぱり早田選手の良さだと思いますね。はい、はい、これ今度はスローイン、川本はスローインです。2番の横谷、直接ゴールになっちゃうからダメです。としてまたコスモス作りを手で、ちょっと分かりません。コーモスボールを取りました。またコーナーキックのチャンスを使いました。場内パレパレパレコール、コスモスのスローインになります。もう一度ご覧いただきましょう。はい、ポーンとこう蹴るような感じですけどね、軽くいいところ飛んできますね。ゴール前左側にペレシュート、動き止めちゃいけないですね。はい、ちょっとそういう意味では全日本も少し力が出てきましたか。いや、若い選手多いんですからね。そうですね、まだ走れますよ。はい、デミトリビッチから向こう前パス、ゴール前のセンターにキナーリア、キーパーパンチング、ペレントも行くか、手に渡らなかった。もう一回ロングシュート、うん、雨あられという感じになってきましたね。ゴール前ががボケてきましたね。はい、それとあのミスパスがちょっと目立ちますね。17番はカントロ、カムチ君大丈夫かな。カムチ君立ってますか。大丈夫でしょう。誰は、はいはい、丈夫ですからはい、選手がまた変わりましたね。そうじゃ、ちょっと手当てをしてもらったんですか、コスモスの方は。ゲームはそのまま続行されます。依然として2対0、コスモスが2点のリード。7番の大観衆を飲みました国立競技場でやります。ペレサヨナラゲームインジャパン、全日本との最終戦、私どもがペレが蹴った、ペレが走る、こう申し上げる本当に最後の試合です。日本での最後の試合、パスは長すぎました。全日本は選手が1人変わりますね。はい、ペレがクローズアップされております。完全にの交換のカメラが捉えているプレゼントの表情です。小前田選手が入りましたね。はい、海田に代わって小前田が入りました。で、日本モライスでやります。これをよく止めたんですよね。これをもう一回体で、はい、もう一回止めたんですね。このモライスのところもマークという選手は誰もいませんでした。そうなんですね、3対0、もう一回ご覧いただきます。もう止めきれなかった。3対
0と点差が広がりました。全日本は永井に代わって東京農大の杉山が入りました。杉山が入っております。背番号は14番。彼は非常にボールコントロールのいい選手ですね、相手をドリブルで外す力がありますので、そういうプレーを見せてくれるといいですけど、一番手前右側を走っておりますのが杉山です。その杉山へダメだ。3番デミトジェビッチ、18番のトピッチ。デミテジビッチボールをキープ、自分で直接ゴールへ、正面でした。後半も38分から39分になろうとしております。3対0、コスモスがリード。北米リーグで優勝いたしましたコスモス、ペレのサヨナラゲームインジャパン、残り時間もだんだんと経過してまいります。ゴール前、これは長い。さあペレ、こういうボールをね、チャンスだと思ってくれないと困りますね。立っている選手は傍観者では困るわけですからね、シュート、もう1点取ってほしいですね。後半入りました。今井選手、今井慶三、ようやく日本1点を返しました。後半の40分を経過しております。ペレントがなかなかボールが通りません。日本の反撃、さあ日本そして杉山へ、しかし日本スローインです。今のところシュート狙ってたんですけどね、自分でね、シュートを取っていうドリブルしてましたけど、依然としてまだ日本相手陣内中盤でキープ、強引に打った。これはちょっと大きい、新井ですか、新井選手ですね。日本も1点を返しました。残り時間は4分。
し、ちょっと日本も試合終了前盛り上がってきました。
のスーパースターのキングカネ、やるを担ぎ上げましたね。そうですね、浜本君も担ぎ上げられた。はい、固く肩を抱き合っているカネと鎌本、本当にサッカー界の2人のスターのさよならを告げる日です。聞いてください、2人の挨拶。表情です。まあ、鎌本なくして岡野さん、メキシコ大会の銅メダルもなかったですよね。そしてペレの挨拶、まだかな、ペレ選手の声をぜひ皆様方にお送りしたいと思います。しかし本当にあの偉大なキングペレですね。まあ、先ほど申し上げたようにサッカーの技術があって人格的にも本当に世界のスーパースターです。ペレ、Thank you. Thank you. ありがとう。Thank you. Isso é um dos grandes momentos da minha vida. Todos sabem que futebol é parte de minha vida. E naturalmente essa despedida aqui, com todo esse carinho desse povo, me deixa muito emocionado. Infelizmente, Pelé 選手のお別れの挨拶が続いております。Mas,本当にあの心からペレにありがとう、さようならと私ども申し上げて、ここの国立競技場からお別れを。